蔵をめぐる虚構を排し、その背後に存在するであろう真実の姿を描き出すこと、それこそが私の研究テーマであり、そしてこの映画の主題です。武蔵この時17歳、石田三成軍の先陣をひた走る。対するは福島正則率いる徳川家康軍主力。なんて一度血が泣くの、弓やり刀で向かえども、これを払って追い崩し、武蔵は全く寄せつけぬ。呼べど叫べど、夜が明けるけたり、何故